2番の春、右バッターボックス。ベイスターズは何と言いましたかないようなデータのオンパレードであります。詰まらせた、これはファウルです。言ってしまいますとね、ついつい自己暗示かかってしまいますから。ローズが対カープ戦4割7分5厘取りますが、まずはローズの前に、あ、そういうことですよ、出さないということですか。ローズの前にランナー出さないということ、何でしょう、106打点あるんでしょ、この時期で106打点です。これはね、すごいことなんです、本当。さあ、しかし黒田が上がります、鈴木。しかし昨日の鈴木はでも速い球強いですからね。セカンド東でグラブの先、グラブには当てましたが、今日その日試合にしましょう、今日この試合で、止まればカップ。これが反対だとね、そうなんです、反対だと達川監督もそう話しておりました。センターに抜けます、今日もローズが打った。ファーストランナーはセカンドを回った、回った、センターからボールがサードに返ってくる、タッチはできない、セーフ。鈴木初球変化球で入りました。これかなり影響しますね。なるほど。これで追い込んだ。さあ小林。今のが151キロですか。球速は出ています。